皆さんこんにちは。占いで今日は男気あふれる一日と言われた高峰です。ちなみに星5でした。ありがとうございます。男気あふれる高峰、よろしくお願いいたします。本日もファイアーエンブレムエンゲージ遊んでいきたいと思います。今日はねめちゃくちゃ喋ったんですよ。だから喉の調子がめっちゃいい。それじゃあ早速プレイしていきましょう。なあ、あんたらちょっといいか。何の感情も表せない女と、ちょっとこれは言っちゃダメだよね。わざとだと思うんですけどね。わざとあえてファッションでツルツルな男性ということですかね。あ、女性の表情がないのがめちゃくちゃ気になるな。悲しいことでもあったのかしら。突然話しかけてすまない。俺は武器屋、こっちは道具屋だ。おう、武器屋さんと道具屋さん。道具屋さんの感情がマジでないんだけど。さっきのあんたたちの戦いぶりを見ていてね。もし武器や道具が必要ならどうかと思ってな。ああ、なるほど。営業に来てくださったと。ありがとうございます。強い道具を提供することで化け物の討伐に貢献したいと思っていますの。でもお高いんでしょ。行商の旅をしている我々にとっても奴らは脅威ですので。だからあれかな、ちょっと表情筋まで失われちゃったみたいなことなのかな。それなら私たちの活動拠点に店を出す気はありませんか。いや、ソラネルに呼ぶの早くない。もうちょっとちゃんとさ、なんか行政に確認してからとかの方が絶対いいでしょ。神竜様、あの場所にはまだ施設がありませんし、彼らが来てくれれば助かると思うんです。悪い奴かもしれないって。あんたが俺たちに店を出させてくれるってのか。え、でも儲からなくない。あそこでだって使う人が限られてるよ。あなた方が良ければ。我が軍はこれから武器や道具を必要としますし。いいんですか。拠点は安全で化け物も出ませんよ。わかんないじゃん。化け物は出ないけど、この二人が化け物でないという金の亡者かもしれない。そりゃいい。ぜひともよろしくお願いします。本当に多分だけどノープランで生きてるな。ありがとうございます。より良い品をご提供できるよう尽力いたしますわ。でもソラネルに行くにはさ、神竜様、神竜様の力がないといけないでしょ。どうすんだろうこの人たち。バンドレから軍資金として一円は。いや、マジ今回武器めっちゃ高いとかなの。さっきも2000円落ちてたでしょ。ワールドマップで行きます。おー、なんかエコーズっぽい感じですね。行きたい場所へ移動させて押すとメニューが開けますと。なるほど、いいんだけれども、絆会はちょっと見ますか。なんかね、大事そうなんですよ。ずっと君のことを見ていたから、こうして話ができて嬉しいよ。私もです、マルス。これからも隣にいてくださいね。そして私に力を貸してくれると嬉しいです。なるほどね。短今回はヒレネ城に行くらしい。レッツゴー。王城奪還。あ、もうすでに見えたぞ、フィレネ城だ。もうすでに乗っ取られてるってこと？お母様、そしたらもう危ないんじゃないの？やけに静かだわ。王城兵たちはどこへ？あんなにいたイルシオン兵の姿も見えないだなんて。あまり考えたくはないが、セリーヌが立った時すでに兵たちが進軍していたのなら、イルシオン軍はすでに城内に入っている可能性が高いだろうね。ということはだよ、君のお母様も危ないということなのではないかい？そんな、お城のみんなが、お母様が危ないわ。お母様は逃がしたのかな、セリーヌを。もうこうなることが分かってて。だってずっと平和だったっていうことは、武力はそんなに発展してないと思うんだよ。急ぎましょう。徒歩なんだ。城はイルシオン軍が占拠したぜ、女王様。慈愛の王女の指は一体どこに隠したんだ。
言いません。城の中が外か、早く吐いた方が身のためだぜ。おっと、あなた方のような卑劣な者たちに語る言葉はありません。こいつ痛い目見ねえとわかんねえか。わっ、まあお待ちなさいな。セピア様。セピア、死なれでもしたら指輪の場所がわからなくなるわ。ねえイブジョン、我々が来る少し前に王女が逃げるのを見たという兵がいるのですけれど、もしかして指輪を持たせて逃がしましたかしら。困りましたわね。私どもも手荒な真似はしたくありませんのよ。言ってくださらないと城にいる者たちを一人ずつ目の前で殺すことになりますが。そんな、母上。いやマジか、卑劣すぎるだろセピアってやつ。いやイルシオング、なるほどね、指輪の場所がわからないから女王は殺さないと。その代わりあんたたちの大事なものがなくなっちゃうよみたいなね、大切な人たちどんどん殺していくよみたいな。なんてやつらだ。お尻をひっぱたいてやれ。お母様。アルフレッド、セリーヌ。あら王子様方のご帰還。ちょっと気になるのはこの人の瞳が私の瞳の色と同じなんだよね。イルシオンの侵入者よ、母上から手を離せ。まあ怖い。いいわ、王女が指輪を持っているか直接確かめることにしましょう。あの子たちに手を出さないでください。なら指輪のありかを吐いてくださいな。なんで指輪が欲しいの？あなたたちにも指輪を預けているはずですが。それは、言えないということはやっぱり王女に持たせたようですわね。まあでもまだ他の可能性もあるし、王子たちを始末するまでは生かしておきましょう。連れて行って。なんて奴らだ。イブジョン、とっちめてやろう。ああ、もういちいちうるさい。なんだよ。え、待って、あなた。あ、いいえ、他人の空にね、こんなところにいるはずがないもの。お前何者なの？私は神竜です。カンナって言います。神竜？嘘をつかないで。ルミエルの他に神竜がいるなんて聞いてないわよ。うちの母様に。母様呼び捨て、こいつ呼び捨て。千年の間ずっと眠っていたんだ。お前が一階の兵なら知らずとも無理はない。母さん呼び捨てにした、こいつ。眠っていた、あの女。あの女って言った。いつの間にこうなっていたというの？まあいいわ、それならルミエルの安否を知っているわよね。ルミエルの安否ならお前が一番知ってるんじゃないのか。神竜ルミエルはこの前の襲撃の後どうなったのかしら。ほーら見ろ、知ってんじゃねえか。この前の襲撃ってなぜそれを知っているんです？なぜかしらね。ほーら、ほーら見たことか。まさかあの日王城に来て指輪を奪ったのは、母さんを殺したのは。殺したとか言っちゃうんだよ。死んだって言わなきゃいいのに。殺した？やっぱり死んじゃったの？おかわいそうにね。この人人間じゃないな。あ、そりゃそうか、角生えてるし。許さない、母さんの仇。まあ人聞きの悪い。殺したのは私じゃないわ。殺したのはね、何にせよあの女のガキがいるのはこいつなんてやつだ。あの女呼ばわりで、ガキ呼ばわりだ。
だとは。持っているんでしょ、英雄王の指輪と聖騎士の指輪。持ってません、そんなもの。渡しません。あ、渡しませんって言っちゃった。フィレネ城に来たのも指輪が目的か。それを知ってどうするの、もうすぐ死ぬというのに。でもメイドの土産に一つだけ教えてあげる。私たちイルシオン王国はソンブル様を復活させたわ。うーわお前ら、やっぱりお前ら、うわー、邪竜ソンブルを。やっぱりお前らが。そんな邪竜が。っていうかお前は誰なんだ、その角生やしてさ。ルミエルの子まで目覚めていたのは想定外だったけど、私たちのおかげで眠りから覚めたのかもしれないわね。感謝してくださいな。違います、私が目覚めたのは母さんのおかげです。母さんがずっと待っていてくれたから。まあ感動的なお話ですこと。でも最後まで聞いてる時間はありませんの。私はこれで失礼いたしますわね。待ちなさい。うわあ、ただセピアのキャラデザインめっちゃいいな。どうする神竜様。いやもうとっちめてお尻一発ちょっと。とにかく今は奴らを倒し城を取り戻しましょう。お母様が死んじゃうかもしれないからな。イブチ王もお城の人たちももう誰も犠牲になってほしくありません。奴らの持つ指は必ず全て奪うのよ。セピアを今倒せないよな、多分。はネルーケ、ネルーケさて戦闘開始したいところだけども、ネルー、あれ、あ、そっか、ネルーケを撃破ね。なるほどなるほど。どっちから攻めましょうといったところなんですよ。でここが破壊可能壁だ。あ、こういけるんだ。そしたらここを引き寄せた後にここから回ってこういう風にルートで行こうかな。でここがおそらくここから増援が出てくると私は予想します。で宝箱を取りたいですね。戦闘開始。ネルーケを撃破する。行きましょう。なんだ、扉には鍵がかかっているようですね。どうしたら。鍵を探している時間はないな。やむを得ない。武器で破壊し進んでくれ。扉は破壊すれば通れます。シーフがいれば扉の鍵コマンドが使用でき破壊せずに開けれます。いないじゃあこの方をマークいたしまして、まあ、ここら辺は来ないと予想するのでここですね。この人は来るとして、この人、そして弓兵、まあ、考えなくても良さすげかな。この人だけちょっとやりたいので、剣に対して特攻が取れる槍の方をここで、いや、ちょっとくっつけますか。ここにしましょうか。あ、来ちゃうか。ここかな？ここで待機させます。受けましょう。そして私ですかね。私はここで2人受けましょう。バンドレもこの人来てくれると思うのでバンドレで受けさせようかな。そして普段は王者のままに、ここで、いや、チェインガードまだする必要はなさそうかな。一応アルフレッドシグルドを、いや大丈夫、この人一人でいけると思う。これでとりあえず待機しましょう。宝箱の説明来ました。城が襲われてるってのは本当だったな。なるほど今のうちに宝を頂戴するか。あれは盗賊、急いで止めないと城のものが盗まれてしまうかもしれません。そういうこと。え、盗ませて倒すのか。あ、宝箱鍵いらないんだね。あんまりゆっくりは捨てられないってことか。さあ行きましょう、このまま。浮いた。
や、大丈夫大丈夫、ここはそのままやってもらおう。いいでしょう、いいねいいね、狙い通りに来てくれている。時間はないが急がなくてはいけないね。さてここが危ない。まず回復を入れてもらおうとして、私は竜の森人として隣接でも倒せるからどうしようかな。そうだね、この子は攻撃、こっち行けない。あー残る、残っちゃうか、マジか。そしたらとどめさせた方がいいか。いや、そしたらアルフレッドで行こう。アルフレッドで、攻撃 OK。 とりあえずこれでよし。で、あ、そっか、再移動できるんだよね。ここで待機でいいかな。で、そうね、承知しましたわ。どうです、ここで戦ってしまうと。いや、いけるな、いけるいける、よし、指示を頼みます。どうだろう、いいか、ここでブシロン倒してしまう。ちょっと武器の相性良くないが関係ないね。ブシロンもレベル上げなきゃいけないからね。森人として、ここはもう受けで徹してもらおうかな。いや、こっちじゃなくていいな、こっち上がっていきたい気持ちもあるから。あんま遠く行っちゃうとな、あれだからな。一人来るぐらいのところで待機させ、ここは攻撃ファイヤーで決めちゃおう。うん、いいね、タム系はあなたに。いいですよ、結構私もレベル5になったので、もうあまりのんびりも捨てられないんですよね。わあ、これちょっとやめとこうか。魔法の子で食らうのは得策ではないね。えっ、もったいないけど、神竜様のために。オッケー、そしたらですね、私を回復入れてもらいまして、優しいですね。いいですね、よし、一人だけ受けるポジションに待機。わあ、攻撃したいな。承知しました、槍だもんね、ここで待機でいいんじゃないかな。この子は上行こうか、そしてここは戦います。手槍、手槍じゃなくていいぞ。あ、1残っちゃうんだ、じゃあ手槍にしよう。いや、命中がちょっと低い、あれ、軽いものだわ。手槍って命中低いと思ってた。おー、いいですね、ダンスペガサスさん。さあ敵のターンです。うわ、やめてー、飛ばないでー。よっ、これだったらブシュロンを盗賊を追わせるのに使ってもいいな。オッケーオッケー、ハンドレ強すぎ。いいよ、チェインアタックしてくるか、向こうも。大丈夫、ハンドレカチカチ。うわあ、まずい、まずいぞ、なんとかしなければ。まずですね、バンドレはこっちに行きたいので、まずエーティエで、いや、ちょっと待って、まず一番遠くに行っちゃってるのがこの子なので、
私が一番遠く、あ、行けないんだ遠くは。アルフレッドなら行けるが、わ、全然あかんな、全然あかんわ、全然あかんわ。そしたら、まあ目の前の敵よって感じか。いや、ここに行かせるのは得策じゃないな。守備9、8、私が8あるんだ。守備6。守備はい、言っといてください。ご満足いただけましたか。何で悩んでいたんだ私は一体。ここでどうかな。はい、オッケー。随分と山ですね。お、レベルアップいいですね。だいたいレベル5くらいにはしときたいな。よいしょ。この人は飛んでいきましょう普通にね。次がちょっと食らってしまうんだけど、クランを、わー、食らっちゃうな。ちょっとやだな。アルフレッド、あ、じゃあ私でちょっと行こうか。ここは攻撃、鉄の剣、あ、いけちゃうな。ブレイクができるからか。これブレイクでしょ。もういいのいいの。オッケー、これはいい、これはいい。そしたら、どうしようかな。これ行ってもいいな。そしたら行ってもいい。うん、これは行っていい。あー、でも槍なんだよな。槍なんだよな。だから、ごめんなさい。こっちを行かせるか。まずはこうだな。ただ進むのみ。うわー、クリティカル、ここでクリティカル出してくれるの、さすがすぎる。ありがとう、進めるわ、おかげで。待機5件は、そしたら、あ、くら、あ、そっか、クラウンだった。もう何回やっとんねん。杖回復12だから入れとくか。はい、あ、助かったわ。フランもレベル4にはしたいからね。さあ、それではブシュロンで攻撃かな。はっ、あー、外したか。きつい、外してしまった。あー、そしたら反撃できないようにここで攻撃かな。ファイヤーで。誰だ、助太刀したやつ。あ、違うや、助太刀してくれたのか、びっくりした、やられたかと思った。これでいいじゃない。こっちだ。ナイス。そうかそうか、ブシュロンがいるからいいじゃない、いいじゃない。あら、いいじゃない。あー、盗賊待て、盗賊。さあ、それでは移動フェーズ行きたいと思います。結構ググッとこっち側に移動したいな。さあ、来るかな。あー、待ってー、来なかったか。この人来るかなって思ったけど、ちょっと不利だったから来なかったのかな。さあ、入っていこうかな。私行けるとこまで行こうか。ちょっと減らしといてもらうのはあり。あ、全然なんだね。どうした、あれ、いきなりどうした。おい、待って、バンドレ、あれバンドレ、ちょっと聞いてないな。これで来てくれると思うんだけど、3人来ちゃうのは嫌だな。ここで研磨して、3人来ちゃうのは良くないな。ここで待機で、これでどうですか。来い。強いや、そうか、これさ、待機で自分の能力上げてるからこんだけダメージが通らないんだ多分。ということならすごいぞ。
私はブレイクができるので調子に乗ってブレイクを狙います。いけます。待って、命中27は当たらないって。ナイス。好きにはさせません。そりゃそうだ。ブシュロンがちょっと伸び悩んでいるので、ブシュロンをなんとかしたいな。ここかな。ここで攻撃とどめ刺しちゃおう。ナイス。見なったような。おー、いいね。経験値おいしい。レベル6。あれ、あまりたくさん成長しては体が驚いてしまうからね。そうな。弓兵受けれるな。待機できるかな。あ、そっか、これ攻撃した後の待機だから意味ないや。あー、やっちゃったな。これはすいませんが、レベルを上げさせていただこう。あー、強すぎる。花は散るものよ。あら、レベルアップ。ちょっと待って、この兄弟が強すぎる。よいしょ。お、絆アップですね。いいですよ。あ、魔力プラス3。あ、進もうかな。どうしよう、ここさ、ここでちょっと待機してみたりする。どうかな、行けたりしないかな。これ正直いけそうな気もちょっとしてる。あー、ちょっとアーマーキラーが、いや、正直アーマーキラーはごめんなさいやけど、そんな使わないかもしれない。あー、来ないんだ、こっち来ないんだ。なるほどね。そしたらどうしようかな。倒すのは私で倒したいな。あ、普通に行くか。ハングル頼んだ。ね、あ、ちょっと倒さないといけないか。攻撃しちゃおう。戦に勝ってよ。いや、もう強いって。クリティカル出しすぎ、クリティカル出しすぎだし、伸び率がいい、この子は。いけるんじゃない、これ。ここでとりあえず止めようぜ。私も進みます。これさ、このチームはちょっとこっち側行こうか。これはちょっと行きましょう。こっち経験値欲しいので、危ないものはこっちでいいかな。こっちはガチガチに来ないと思う。これそれこっちも回収しよう。ちょっと目が見えたなと思うけど、どうだ、ここいいかな。来るかな。アイスロック、ちょっと返しなさいよ。それじゃあ攻撃しよう。いけるかな。破壊でや。まだか。じゃあはいいと。え、ちょっとあいつ盗賊が今いいもんめっちゃ持ってるから、ちょっと返しなさい。返しなさい。もう絶対逃がさない、絶対逃がさない。もうダメ、強すぎる。防御16って壊れてるよ絶対。まあチェーンアタック向こうもしてくるよな、そりゃそうだ。まずい、待って、あ、そうだ、指、うわっ。さてと、まずですね、減らしてもらいまして、え、別のナイフ持ってる。いって、うわ、え、毒った毒じゃない。攻撃、
け、ね、おやすみなさい。よし、レベルアップいいですね。あら、ちょっと微妙。アマキラ送りましょう。アイスロック、なんだこれは。1ターン侵入できなくなる。わあ、へえ、いいね。さて、回復してあげてもいいかな。ちょっとライブの杖使いましょう。そしてこの方、これ攻撃いけたりしない？あ、いけるいける、破壊。よし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 、次のターンでいけるね。で、この二人を前に出しときましょうか。ここちょっと破壊はやめとこう。後ろが追いついてない。とりあえず後ろを追いつかせます。ここだね。まずは後ろ攻撃必殺。まあでもまずこっちを倒そう。頑張れ後ろ。で、これで攻撃。ちょっと待ってね、これはちょっと可能性が。攻撃、ファイヤー、はい、倒そう。はい、探求をあなたに。もう一人倒せば。あ、どっちだろう。ナイトキラー関係ないか。え、まずいかなこれ。あ、死んじゃうかなこの子。まずいかもしんない。まずいですね。これは選択を誤ったかもしれないな。この人の範囲が、あ、この人の範囲がなかなかに。でも、うわ、全然通らない。そしたら、これで、いや、食らっちゃうかもしれないけど、俺から行こう。はい。オッケー。これで、特攻が、いや、これまずいか。これはまずいかもしれない。あ、一人こっちに来てくれた。あ、え、マジか。あ、ブシュロンに来てくれたか。わあ、優しい。あ、そっか。あ、また筋肉がついてしまった。やっとだ。よし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 。じゃあこっちも侵入するかな。この辺を引き受けつつって感じかな。よかったー、死ななくて。ウシロンやっとレベル5になったんで、一旦お姫様で特攻取りつつ。そうだ、特攻取られるからか。うわー、いいですね。よし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 、お姫様をここで攻撃と。これチェーンアタック入るから全然余裕で倒せると。はい、あれ、チェーンアタック失礼いたしました。よし、ルイレベルアップ。いや、ちょっと待って、この人レベル高いんだよ。マジかよ、ちょっと不思議ちゃんだし。ナイトキラーゲッツ。で、ここを注意しつつのね、この弓兵に注意しつつ進みましょう。一人なら大丈夫。はい、かすり傷だ。いや、二人でも斧なん、あ、斧いいじゃん。そしたらここで傷薬を飲み、これでいいんじゃないでしょうか。じゃあこっち焦がして進みましょうかね。そうなると来るのはこの人、気をつけて。ここだね、こことここだったらいけると。とりあえずバンドレかな。バンドレで、ね、破壊。バンドレに来るんなら大丈夫。
まあ、正直9だから王子様に来てくれても全然平気、剣もできるし、これでいいんじゃないかな。とりあえず一旦これで終了しようか。これで終了します。さあ来い。あー、手斧持ってんの。おー、当たらない、危ない。手斧持って、あー、そっち、こっちからな。うわ、やばいなこれ。うわ、やばい。あ、分かった、あ、大丈夫だ、分かってたわそう言われてみれば分かってた。よ、ちょっと、むしろ重いやばいな、これはまずい。こっち来るな。わあ、ちょっと予想外だったな。私で倒したいので、わあ、まずいな。いや、いいか。いや、これはリベナシオンでいったら倒せるのでは。倒せるね、よし。目をそらしません。おお、マジか、クリティカル来た。ここでクリティカル、熱い。レベルアップ、いいですね。